はい、どうも皆さん、マルチゲームクラブホームに所属しているクラと申します。ということでコルブイティモダンフェア3やっていきたいと思います。すいません、ちょっと寝起きです。でこの後の試合も寝起きになっております。なので試合中はなかなか頭が回っておらず、エイムもちょっと悪いものになっているので、ご了承のほどよろしくお願いします。ということで今回なんでこの画面からかというと、少し前にですねコメントがありました。またあのカスタム内容どんなしてますかっていうコメントが来たので、もうめちゃめちゃ嬉しい。僕のでよければ全然あのお教えいたします。こちらですね、ワスピンドスウェンだね、スウェンって読むのかちょっとわかんないですけど、サブマシンガンの WSP の武器ですね。こちらのカスタム内容簡単に、教えていこうと思います。間違えた、危ない危ない危ない。こんな形のカスタムですね。バレルはレックスレス 90mm の、90mm かわかんないけどレックスレス90のロングバレルで、マズラはいつも通りのサイレンサー S、 モッドだね、モッドサイプレッサー S で、アンダーバレルがヘビーサポートグリップで、ストックの方が FSS のポートレスヘビーストックだね。うん、今回はこんな形の喉となっております。ごめんなさい、サイトは好きなものをね使っていいと思います。あとは、ね、迷彩等々は、ね、もう好きなものを使ってください。はい、で多分これ以上にリコイル抑えられるよっていうカスタムはいくつかあるとは思うんですけど、僕個人的にはこれがすごい使いやすいのかなと。このあとこのカスタムのまま、試合をね新マップでやっていったので見てくれると嬉しいです。それでは試合の方へどうぞ。はい、どうも皆さん、マルチギミグクラおいしょおいしょおいしょ、これと申します。ということでコルビッティモーダンフェアつけていきたいと、マジは3でやっていきたいと思います。オブラックピックした、パスパッドキット。ということで今回はね、あの動画のコメントにこちらの銃、多分このこの動画の前にきっとね、音がよし、あのカスタムのどんなカスタムしてますかって、そう来てたので貼っ付けてあるとは思うんですけど、今回はこちらのこれワスピースウェンだねを使ってドミネーション、こちらのマップでやってきたと思う。新マップだね。いやーきついね。さあということでやっていきたいんだけど、新マップでさあここだけきちんと、前に出れている分やっぱり強いと思う。ただ近距離になってしまうのでそこがちょっと難点かな。左側だね。ナイスコバ。シー取られた。オッケー、石玉でね。あと味方が強いね、ちょっとね。オッケー。よしよしよし、いいぞ。オッケー。うわ最悪、3いっぱいいたわ。ちょっとね外周はねちょっとマップがまだ把握しきれてない。中はすごいシンプルでね簡単だと思う、簡単なので。あっショットした左側だ。お前そこか、もうちょっと奥かと思った。さあ B 中ちょっとね、ずん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 と動かしてね。逃がさないね。
それやっぱね、リコイルにかなり、マジかよー、味方のか、リコイルがかなり厳しいというか強めの激しい武器なので、いやーちょっと難しい、慣れるまでなかなか難しいんですけど、そうカスタム内容によってはリコイルは二の次みたいな、ど、あー、ごめん嘘ついた、もうエイムアシストに、エイムアシスト、エイムにね、エイム速度か、エイム速度は二の次で、もう、うっ、じゃあ味方のあれ後ろの青とかぶっちゃった、エイム速度二の次でもうエイムのリコイルにねガンフリしても全然いいと思います。右から上がってこれることあるのかな、あ、上がってこれる、OK、来るかな、目標を2つ支配した、敵がチャーリーにいる、アルファを確保する、いっぱいいた目標チャーリーを奪う、うわー惜しいな、もうこ、もうちょっとだったな、きっと。ただ B を守りきれてるから十分だ、マジか、 B 守りきれなかったからごめん。近距離マップ、例えばカラチであったり、あとはどこかな、室内マップだね、室内、ね、マップに対しては超強いと思う。まあショットガンとかいると思うけど、いやそれは見えん、ナスカバありがとう。さあ B 取り来た味方、あ敵が、ごめんカバー薄かったね、すまねえ、うわい、ナイスタレット、 UAV オンライン、 UAV オンライン、 UAV ケアパッケージが来るぞ、うわぶねえ、味方の後ろのマジで 青いのやつとかぶったわ、うわ最悪、ごめん味方かぶった、よろしく、あーもう見ねえ、ナイスクバ、危ない、あ、これ死んだな、ナスカバ、いや無理、それは無理、無理、無理、弾もない、弾がない、弾がない、リロードで間に合わない、そうで、マガジンにね、うわーこの画面左から来たの見せる目だ、ドラムマガジンつけてはいいとは思うんだけど、ドラムマガジンをつけちゃうとねリコイル大変になっちゃうと思うから、32発でなんとかこう、仕留められる感じのものが、いや最悪いいのかなと。にゃーきついね、
あれだ。最悪そこに張り付くのはやばい。やい。おい、今のは強いんじゃないか。上ガラス張りだから届くよね。待って、いったリロード。いやー、これできない、リコイルができない。難点はね、本当にリコイルですかね。エイム速度はね、全然気にしなくていいと思う。いや、マジか、負けちゃった。ただばらけるのでなかなか難しい武器ではあるかな。オーケー。はい、ということでご視聴ありがとうございました。カスタム内容等々はね、きっとこの試合の前についてると思いますので、そちらの方も詳しく、見てくれると嬉しいです。それでは次回もお楽しみ。バイバイ。